電子デバイスとは何でしょうか。例えばノーベル物理学賞の受賞対象となった青色発光ダイオードがそうです。プレゼンで使うレーザーポインターのレーザー発信機も、パソコンの性能を決める CPU やデジカメの撮像素子もそうです。そんな現代社会になくてはならないデバイスを、量子の世界の基本原理から学べるのが電子工学コースです。量子とは、電子や陽子など物質を構成する粒子の総称です。量子は粒子であると同時に波としての性質も持ちます。また波である光も、その最小構成要素である光子は粒子としての性質を持つため、これも量子の一種です。これらを扱うにはナノメートル、つまり100万分の1ミリメートルという非常に小さなスケールの世界に飛び込まなくてはなりません。そこは私たちの常識が全く通用しない異次元の世界。例えば群衆が向かってくる中に目を閉じて飛び込んでいったらどうなりますか。絶対にぶつかりますね。でも電子は一度もぶつからずに簡単に通り抜けることができます。我々の生きている世界がニュートンの世界だとすると、量子の世界はアインシュタインの世界。その世界の法則を使って生み出されたのが半導体などを使った電子デバイスであり、あらゆるエレクトロニクス製品に組み込まれて IT 社会を切り開いてきたのです。量子の世界の法則を使った電子デバイスは、我々人類の夢や願望を叶えるためのキーテクノロジーです。我々は道具や製品を使うとき、もっと早く、もっと小さく、もっと美しく、もっと明るく、もっと遠くに、もっと省エネに、もっとエコロジーにと尽きることのない欲望を抱きます。あなたが持っているスマートフォンも、再生可能エネルギーを利用する太陽電池も、究極のエコカーといわれる燃料電池車もそうやって生まれてきました。だから電子デバイスは進化し続けています。デバイスに使われる物質中の電子の振る舞いを知り、より機能的に働く分子の構造に着目し、不可能を可能にする新材料を開拓する、さらに製品化のための作成プロセスも開発する、量子電子デバイスコースは、こうした電子デバイスに関する基礎から最新のテクノロジーまでを学び研究するコースです。電子工学コースの卒業生は、電気機器、自動車、重工業、精密機器、コンピュータ、エネルギー、素材、さらには金融やコンサルティングなど、実に多岐にわたる業界で活躍しています。就職先には日本を代表する優良企業が名を連ねています。電子情報工学科だから、電子工学コースだからといって電気関係に限らず、就職にあたっては幅広い選択肢が広がっていることが特徴です。というのも、電子デバイスはあらゆる産業を基盤から支える重要な装置。そこには量子力学という普遍的な原理から、電気・電子の基礎、半導体や材料工学、回路設計、加工プロセスなど、すべての業種・業界で必要とする要素が詰まっているからです。また学部4年次からの研究活動では、自ら課題を見つけてその解決方法を考案し、試した結果を評価して行動にフィードバックするという、ビジネスの現場にも通用する課題解決のためのアプローチ方法も身につけています。普遍的な知識と課題に立ち向かう姿勢、この2つの素養が高く評価され、卒業生たちは毎年希望する就職を実現しています。